僕はそもそも昔、アスペルガーが発達障害だということすら知らなかったんですよね。なんかそういう病気があるのかなって思ったんですよ。別に、アスペルガーってよく聞くけど、そもそも何って感じだったんですよ。多分アスペルガーの診断を受けて、障害者だということで、コンプレックスを持ってしまった人とかいると思うんですが、多分アスペルガーに詳しくない一般人は、アスペルガーだから、かわいそうだとか思ったりしないと思うんですよね。多分、そういう病気があるのかなっていう程度の知識だと思うんですよね。アスペルガーの欠点として、失言が多いというのがあるらしいんですが、それに本人が気づいてるなら、喋らないという選択肢を取ることだってできるんですよね。僕が発達障害に詳しくない頃、ドラえもんののび太が発達障害だって言われてたのを見たことあるんですが、発達障害ってそもそも何って感じだし、ただのバカのことなのかと思ったんですよ。